に。ニコのスマイルハートミックス。この番組は愛媛県予市観光大使シンガーニコが送ります。さあ、詳しい情報は Google でイオニコで検索してください。 Facebook、Instagram、Twitter、公式ホームページやっております。さあ、最初にですね、ちょっと一つ皆様に謝っておかなければいけないことがあります。先週の番組をお休みしてしまいました。本当に大変申し訳ございませんね。もしも万が一です、本当に楽しみにしてくださっていた方がいらっしゃったら、もう本当に、お詫び申し上げます。正直ですね、やっぱりこうなんか言っておかないといけないかななんて思ったりはしてるんですけれども、カクカクしかじかありまして、現在ですね、肋骨にひびが入っております。はい、大変、申し訳ございませんその関係でどうしてもラジオのね、編集で収録などが、できなかったのでございます。はい、これからね、なんかこう1ヶ月ぐらいは、今月いっぱいかなは、完治するのにかかるんではないかと言われておりますので、どうぞ、はい、温かく見守っていただければ嬉しく思います。声は元気なので、ね、声だけ元気ですから。笑うと痛いみたいな。はい、ということでね、今週、ニコのスマイルハートミックス、スタートですけれども、早速ね、裏技お届けします。今日は水回りの頑固な汚れを落とす裏技です。番組の最後にお届けいたしますので、ぜひ今日も最後までお付き合いくださいませ。さあ、今日のテーマはボイストレーニングということで、結構ね、今マスクとかなんかこうね、飛沫を防ぐフィルターだったりとか、そういったこともありつつ、なかなか声が聞こえにくいだったりとか、うまく喋れなくて大きな声で喋ろうとすると喉が痛くなってしまったりとかね、そういったことも含めながら、ちょっといろいろ私の心のカウンセラーの木村英子ちゃんとね、そんな音楽談義もできたらいいかななんて思って、この回を企画いたしました。はい、ということなので、今日もぜひお付き合いくださいませ。それではニコのスマイルハートミックス始まりです。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あと少しでオリンピックということで、結構ね、今家電、大型テレビなんかも一番売れてるみたいですよね。ね、みんなオリンピックに備えてますね。どうなるかなとか思いながら、私もすごくスポーツ大好きなので、楽しみにしています。さあ、そんなところで全然関係ないですけど、今日はボイストレーニングということをね、テーマに、木村英子ちゃんとお話をするんですけれども、テーマに移る前にニコの曲を1曲お届けします。微笑みの緩和桜。この曲は、桜を、テーマにした曲なんですけれども、人生の応援歌になってます。ぜひこちらのラジバリ曲にもリクエストよろしくお願いします。それではどうぞ。人にはそれぞれ生きる道がある。他の誰かには歩めない道。逃げ出したくても
しゃがみ込んで、けれども時を待って、小さな花が足元の影で太陽を探してる、生きていてこそ、咲いていてこそ、この儚い人生の意味がある。過ぎゆく季節に叩かれることを誰より知ってる、あなたとしてもここにいるから、巡り合えたから、歩いてきた道に笑いかけた、しおれてもきっと受け継がれる。桜の幹は花が散っても支えて春を待つ、この世に生まれ実をつけるように、この儚い人生の意味を知る。泣きながら笑いながら空に浮かべて、小さな花。さあ、お届けしている曲はニコの曲で微笑みの緩和桜です。ぜひこちらのラジバリ曲にもリクエストよろしくお願いします。さあ、そして YouTube にも、動画上がっております。イオニコミュージック、こちら検索してください。微笑みの緩和桜の動画もありますよ。さあ、ということで今日はですね、心のカウンセリングをしてくれている、私のね、はい、木村英子ちゃんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。そうなんですよ、ですね、実は英子ちゃん、いろいろ音楽のこともね、昔やってたんですよね。はいはい、しておりました。はい。なんか、どんなことをしてたんだっけ？宝塚、皆さんご存知でしょうか？知らん人がいない。知らん人はいない。あれを、中3卒業した春に、見て衝撃を受けて、私も宝塚に入りたいって思って、そこから、声楽の先生というかミュージカルとかを教えてくれる先生とかオペラの先生に声楽を習ってたことがあります。ほー、うん、私よりすごい人でございます。なんで全然ね、なかなか宝塚ね、本当に踊りも歌も、うん、で演技もでしょ、全部極めなきゃいけないみたいなところが、うんうん、ああそうだね、イメージがあって難しい、うんうんうん、ね、どれぐらいの合格というか、今はちょっとわからないけど、私の時期は1000人受けて40人受かる、1000人受けて40人感じだった。あ、やばいね。そう、はい、
まあ、ということで、うんうん、まあ、音楽にも携わっているということだ、なので、うん、今日は音楽談義、ボイストレーニング、うん、ボイス談義、ヒュー何の話や。はい。はい、ヒュー太郎でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。え、ボイストレーニングはどんな感じでなんかやってたの？どんな感じ？うん、その先生に結構こう、こんなこと言われたとか。うんうんうん。基本は、なんだろう、ミュージカルの先生が最初で、ソルフェージュとか交流文献とかってわかる？もちろんもちろん。本があるんだけど、うんうんうん、なんか意味のわからない音程を。いや、あれね、難しいよね。難しい。うんうんうん、あれを、まあ、毎回課題に出されて、覚えて、音程を取ってきたり、リズムを取ってきたり。してたのと、あとドレミファソーっていうのを、あーみたいな感じで、うんうんうん、出していく、うんうんうん、のをやってた。あ、うん、そうか。結構難しい方をやってるというか。そうなのかな。ね、交流文言とか難しくない？難しかったね。難しかった。一時期ね、ちょっとやってたりとかもしたけど、うん、難しいなと思ってて。うん、ニコさんもそのやってたの？オペラの先生習ってたんだっけ？そう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 。うんうんうん。まあ、ボイストレーニングももちろん、声の出し方、うん、体の使い方、うんうんうん、は、まあ、本当に、まあ、権威のある、オペラ界で、全国の会長さんがいらっしゃる、ね。たまたま松山にいらっしゃるんだけど、その方にご指示をいただき、まあ、私の友達で、カウンターテナーをされてる子がいるの、オペラのね。豊田正文さん、うんうん、その方に紹介いただいてからの、あ、そうだったんだ。そう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 、うんうん、そこから先生のところで、はい、勉強させていただいておりました。勝手につながった。オッケー。つながってよかった。そっかそっか。そう。なんで、うんうんうん、やっぱりこうオペラのその、うん、発声法とか、うん、その歌のジャンルってあんまり関係なくって、うんうん、なんか声を出すっていうその基本的なものっていうのは、うん、なんかまあ同じのような気がするんだよね。そっかそっか。でも違いもすごいあったなって私思ってて、ミュージカルの先生で習った発声方法と、うん、オペラの先生ので習った時の発声方法がちょっと違ったから、なんだろう、違う部分もあるけど、どうなんだろうね。どうなんだろうね。感覚の問題かな。なんか人それぞれ、なんかその先生と私の相性が合えば感覚があってすごい出しやすいっていうこともあるだろうし、うんうんうん、大変相性、大変大事だと思われます。まあ、わかるわかる、うん、先生とね、なんかうまくこう波長が合わなかったら、うん、こうやる気というかそっちの方もね、うん、そがれちゃう時もあるし、そうだね、うん、すごく思う。でも結構どんなことでも、うん、その続けてたら、うん、まあ体に成果は現れてくれるというか、うん、確かに確かに、うんうん、なんか自分の体ってこう思うだけでこう変わってくれたりとかもするから、うん、そういうのって、そういうのを逆になんか大事にしたいなとも思うし、うんうん、確かに、ね、なんか体の響かせ方をなんか自分と向き合いながら、あとは先生の意見も聞きながら感じていって広げていくみたいな感じが、そう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 。それでね、うん、全然わかんないんだけど、うん、それをわかんないんだけどこう思ってたりとか続けてたりすると、うん、ある日突然、うん、あれできたってなるの。あ、わかる、うん、あれ何なんだろうね、面白いよね。まあ、うん、楽器とかも全部そうだけど、うん、なんか全然今までできんかったのに次の朝起きたらなんかできるようになってるんだけどとか、うん、確かにあるね、うんうん、面白いなと思う、人間って、うん、未知数だよ。何でもできるような気がするよね。確かにね。それなんかちょっと間を空けてちょっと歌うのを休んで次やった時に、あ、なんかめっちゃできるようになったっていうこともあるから、なんか根詰めてやるのも大事だけどちょっと休んでみるっていうのも大事だったりするよね。確かに、うん、まあ、それはあるね。まあ、ところでね、うん、今日マスクを取ったらね、エグちゃんのね、その鼻
どうしたのそれ花お花の上にあのキズパワーパッドがキズパワーパッドってそんな丸く切れたのそれなんかちっちゃいのがあるんよ、3センチぐらいかなこれ、何なのどうしたのそれなんか昨日からあのたって顔が激しく痒くなってブチュブチュがそうですか、できましてアレルギー症状が出まして、でまあ大丈夫だろうって思って次の今日なんですね、今日朝迎えたら体液が顔中からやばいよ出てきてて、あもうこれはいけんと思ってちょっと一番ひどかった鼻にあの傷パワーパッドをつけてあすいません、あのお昼ご飯されてたらあの皆様申し訳ございません、あの私からお詫び申し上げます、すいません、はい、やばいね、そう、まあでも結構そのアレルギーはね、なんだろうね、そう原因がわからないからすごいね、困るね、困る、そんなあのアレルギーの子になんだか言うのもあれですけどボイストレーニングでもね、あのタングロールとリップロールっていうのがあるんですよ、やってみて、タングロール、タングロールは舌がタンでしょ、それを柔らかくしていくっていう、あのやつだけど、やるの？どうぞ。絶対音だけじゃ分かんないね。あの舌の力を抜いて空気をそのままあの出して震わせるっていう感じね。うん。です。パチパチパチ。うまい。はいどうぞ。でリップロールが。リップ。ダンロまずダングロールちゃんやるやる、はいやらな、はい花丸だ、花丸でした、はい、はい、リップロールでした、リップロールです、はい違うダングロールです、ールはいはいリップロールです、はい、唇をまた唇の力を抜いて、でこうブルブル震わせるというやつ、ね、このリップロールで一曲歌うぐらいだよ。ああそんなにやってるんだ。素晴らしい。はい。そんな感じでございます。素晴らしい。私今日これあのニコさんの、はい、家に今来て収録してるって言っていい？やばいやろ。やばいやろ。いけ。まあいいか大丈夫もう一回言ってえ、なんで収録場所に来てる時っていうか、うん、今日ニコさん あの収録場所に車で来てて、でその時に、まあ、ラジオだから発声練習しようと思ってリップロールしてたら、もうめっちゃ今そう体中じゃない顔がもう痒いから、リップロールをしたらなんかすごい口周りが痒くなってで体液も出始めて、いや意味がわからん、もうちょっと怖いけんもうちょっと今日あのできませんリップロールもうボイストレーニングせんでいい大変だねアレルギーの人はね、そう、あの病院って原因調べといた方がいいよ、いや一回調べたんよ、ほうほう、でも、うん、なんかよくわからんかった、へー、なんかハウスダストとかスギ花粉のはあるんだけど、それといってなんかグーンってなるアレルギー反応がなくって、なんだろう、わ怖い、何かに反応してるはいということで、はい、ということで戻りましょう、はい、もとい音楽談義から離れましたわ、はいはい、ということで、まあボイストレーニングね、あの大切なんだけれども、なかなかね今マスクとか、そのナイロンとかね、シェルターだったりとかそういう風なので、全然声が何言ってるか分かんないとか、会話してても聞こえないとか、結構よくあるから、で人と会わなくて喋らないでしょ、どんどん声って衰えていくよね、確かに確かに、本当に聞こえにくいのよ皆さん、多分ね経験あると思うんですけど、
や、声はね、鍛えていかんといかんですよ。確かに使わないとね。そう、使っていかないと声が出しにくくなって、いざ出さんといかんとか話さんといかんとかになると、喉が痛くなったり、声の出し方を忘れて喉が痛くなるの。あー、わかるわかる、どんどんなんか筋力が衰えていく。そうそうそう、喉全部、いや体ほとんど筋肉ね、だからね、やばいよ、衰えるよ。はい、ぜひ鼻歌でもいいし、お風呂の時にちょっと歌うのでもいいしね。そうだね、車の中で一人で歌ってもいいし、それぜひやってもらいたいし。ところでニコさん、はい、あれボイストレーニングするじゃん、はい、ニコさんも、はいはい、ボイストレーニングするじゃんって、私はしてないけどどんなことをするの、ボイストレーニング。ボイストレーニングは、自分の、日常、だいたいね、こういうのをちゃんとやって頑張ってっていうの続かないのよ、ね、嫌になるし、しんどくなったらやっぱりやめちゃうので。確かに。その日常で、そのながら、いろんなことをしながら、例えば奥様だったら家事しながら、で、遊びながらとか、大事、遊びながらとか、そのリラックスしたい時とか、なんかそういう時に、パッとできるようなボイストレーニングを、やってるかな。で、自分もやっぱりそうだから、続くね、それだったら。そうでしょ続きやすいよね、でしょとってもわかる確かに。なんか目標がね、あったら、なんか、練習頑張ってピアノの前立って練習しようかって思うけど、目標とかただ楽しみたいとかだったら、うもう日常の中に入れ込むのが一番だよね。そう、本当にね、日々お仕事で大変とかしんどいっていう方多いと思うので、やっぱりこう私はながらで、その日常の中にパッとこう溶け込んでいけるような、ボイストレーニング、を、したいなと思って。おお、素晴らしい。エイコちゃんもね、歌うのも大好きだし、大好き、こういう音楽談義もね、ちょこちょこできたらいいかななんて思っています。またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ今日は、私のですね、心のカウンセラーをしていただいております木村英子ちゃんと音楽談義をテーマにお届けしました。ボイストレーニングね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今週はですね、ボイストレーニング音楽談義をお届けしたんですけれども、次週は歌うときに気をつけていることということをね、テーマにしてお届けしたいと思います。皆さんもね、歌う前に、こう、ちょっとこう、これを知ってたら、その時に使える、歌が苦手な方も、もしかしたら使える裏技なんかも、あるかもしれません。ぜひぜひ、来週も聞いてください。さあ、早速、裏技に行きます。今日は、水回りの頑固な汚れを落とす裏技です。さあ、こちらなんですけれども、木工用接着剤、木工用のですよ、ボンドとかあると思います。で、これですね、この水回りの頑固な汚れのところに、こう汚れを覆うように接着剤をちょっとね、ごつめに塗って、およそ 1日ぐらいね、乾かしてみてください。で、白かった接着剤が透明になったら、あとは剥がすだけとなります。乾いた接着剤と一緒に汚れも剥がれてピカピカになりますよ。で、この木工用接着剤っていうのが、金属など木製以外の素材には接着しにくいという、性質を利用した掃除の方法なんです。で、水回りのね、頑固な汚れだけじゃなくって、上履きの底、ボールなどについた汚れとかね、そういったものも簡単に落とすことができます。ぜひぜひ試してみてください。さあ、ニコはですね、ただいま YouTube チャンネルも開設しております。イオニコミュージックということでね、 Google でイオニコと検索すると、多分ね、 YouTube もイオニコミュージックって出ると思います。ぜひぜひ、こちらの方もですね、いろいろ
歌も載せたりしておりますので、見てやっていただけたら嬉しく思います。さあ、そして、ニコの LINE スタンプもあります。ニコの心言葉で検索してください。ぜひ、買ってくださったら嬉しく思います。日常でね、使えるような感じのスタンプとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして、今月の風来坊ライブ、7月の最終週の木曜日ね、29日となっております。今回はですね、アイリッシュハープの演奏者の方もゲストでコラボいたします。ぜひこちらの方もですね、来ていただけると嬉しく思います。7月の29日夜の7時半、そして2ステージ目が8時半となっております。場所は風来坊、二番町にある風来坊になっております。ぜひ、生歌も聴いていただけるって嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日一緒に喋っています、木村英子ちゃん、ポコちゃんのライブ配信もやっております。そしてインスタグラムもね、されております。ぜひぜひ見てみてください。そしてエブリーライブ、ニコはエブリーライブをやっております。こちらでもね、たまにコラボ配信ハモったりなど、一緒に歌ったりしておりますので、どうぞ見ていただければ嬉しく思います。さあ、今日もですね、素敵な一日送ってください。そしてまだまだね、ラジオバリバリ放送をお楽しみください。そして運転されてる方もね、気をつけてください。お相手はニコでした。また来週金曜日お昼1時半にお会いしましょう。来週は歌うときに気をつけていることをテーマにお届けしますよ。それではバイバーイ。探し迷わなくていいと、あなたの言葉が泣き